じゃあこちら、はい、高橋一生さんです。お願いします。お願いします。ガラスだけじゃないんだよ、あなたの暮らしを支えたり。はい、カット。ありがとうございます。撮影終了になります。お疲れ様でした。こんにちは、高橋一生です。7月1日アサヒガラスは AGC へと社名を変更します。そして称号変更の CM キャラクターとして私高橋一生が出演させていただいております。 CM は AGC のコーポレートカラーである青をテーマに、美しい青と空に囲まれて撮影をさせていただきました。アサヒガラスから AGC へと生まれ変わり、これからの未来を作っていく決意を ABC の歌に乗せて表現しています。ぜひご覧ください。長い歴史のある会社さんの社名が変わるタイミングに起用していただけたのはとても嬉しいですね。ありがたいことだなと思います。ただアサヒガラスさんってやっぱりガラスって名前がついてるだけあって、もともとのガラスっていうものをメインにやってたのかなと僕は思っていたんですが、いろんなことをされているので、まあ、生活にとっても密着されている会社さんだし、いろんなこれからも可能性も秘めてる会社さんだと思うので、そういったところに僕のその存在性みたいなものがどういうふうに乗っていくのかなっていうのも楽しみではありましたね。はい、そうですね。大変なことなかったですね。いつも大変なことないんですよ、ね、楽しんでばっかりなんですけど、歌も歌わせていただけたし、早い段階で海入れましたし、なかなかこういう撮影じゃないと来れないようなこの背景でやれたので楽しんでますね。はい、自然は好きなんで、よく時間さえあれば、もう最近行けてないですけど、時間さえあれば山とか川とか釣りとか出かけてますね。僕もう今年の夏終わったと思ってますね。これ以上夏ってないんじゃないですかね。僕これ以上行っちゃうとどんどん暑くなってくるし、海ってベタベタするんで。でもこれまさか監督の原田さんともお話ししてたんですけど、梅雨の海だって梅雨の沖縄なんて思えないぐらい晴れたんで、なんか原田さんのイメージされてるコンセプトも相まってとても素敵な感じになってると思うんで、夏はこれでしっかり体験できたなと思ってますね。はい、アサヒガラスは AGC、 アサヒガラスは AGC、 ガラスだけじゃないんだよ、あなたの暮らしを支えたい。アサヒガラスは AGC、 アサヒガラスは AGC。